パンツァーマイスターの35分の1ミリプラレビュー。皆さんこんにちは、パンツァーマイスターです。今回ご紹介するキットはこちらです。ライフィールドモデル、ドイツ軍タイガー1戦車、極初期型、北アフリカ戦線チュニジア、リニューアル版です。はい、まあ前回ちょっと予告みたいな感じになっちゃいましたけど、まあ出ましたね。はい、パッケージかっこいいですよね。なんかちょっとドラゴンの白箱っぽくて、はい。で、まあ目立つのは左上に書いてある、はい、3D プリンターのパーツですね。一応今回から標準でこういうものが搭載されるようになってますね。はい。もう野垣はいいんで早速なんか見ていきましょうか。まず今回まあ改修ということなんで、一部のパーツが新造されてリニューアルになってるんで、ここですね。はい。ここにそのパーツ群が一応カラー表示されてるんですけど、まあサイドスカート。で、まあ、砲塔ですね。あと、まあ、機動輪が一部回収されているのと、あと、エアクリーナーボックスですね。前回は確か、モナカだったんで、まあ、これかなりありがたいですよね。あと、まあ、ゲペックカステンとか、フェンダーとか、あとは、排気管カバーですよね。こういったパーツが、まあ、回収されているっていうことですけど、逆に言うと、まあ、悪い言い方ですけど、これしか新しくなってないっていうことなんですよね。はい、はい。組み立て説明図ですね。これは砲塔ですね。履帯ですね。はい、これも履帯の連結ピンですね。車体のパーツですね。これ新しいやつだな。これは車体のパーツですね。足回りです。箱組み済みの下部車体、これはアクセサリーですね。ロードホイール、これは砲塔のパーツですね。これは 3D プリンターのパーツですね。クリアパーツです。車体のパーツですね。エッチングパーツ、あとデカールが入ってます。糸ですね。パーツは以上です。組み立て説明図です。表紙は注意書きですね。はい。で、まあ、まず、まあ、パーツ図なんですけれども、ちょっと前のやつ比較してみようかなと思って持ってきました。で、まあ、ざっと見る限りはですね、まあ、これですね。はい。砲塔が新しくなってるんで、まあ、新しいパーツからはないですと。で、まあ、新しい元のパーツができてます。で、あと、まあ、見る限りは、まあ、新造されてるこの、まあ、小物が入ってる O っていうパーツですね。あとそれからこの W、 これがまあ新造パーツで、でこちらの古いモデルからまあなくなってるっていうんですかね。一応外されてるのは弾丸ですね。弾薬のランナーはなくなってますね。はい、あともう基本的に正直パーツチェックしましたけど一緒です。はい。まあ、あとは一部従来使わなかったパーツがこういう感じで、マントレットとか、それからロードオイルですよね。第一天輪ゴムと分割されてるパーツが抜かれたりしてるんで、まあ比較的シンプルになったっていう感じですかね。はい。であとは多分エッチングパーツは多少変わってるかなと思いますね。はい、はい、組み立てですね。まあ手法の周りからで、この辺はもう全く同じで、まあ唯一違うのは、この 3D プリンターのカバーですね。はい。行軍中につけるカバーのディティールがついたものと選択式ですね。はい。で、砲塔ですけど、まず大きく変わったのは、側がとりあえず一体形成で、
まあ、内側のこのモナカのやつはまあ、ディティール、インテリア用のディティールがついてるパーツですね。はい、すごくシンプルな感じになって、まあ、合わせ目を消す必要もないですし、はい、良くなった気がしますね。はい、はい、砲塔の組み立てですね。ここ全く一緒ですね。はい、キューポラも全く一緒で、はい、砲塔周りですね。こうですね、スモークディスチャージャー、まずレジン製、3D プリンター製のパーツが入っているのと、こういうディティールがエッチングパーツで入っていると、まあ、ここが変わりましたと。で、ゲペックカステムも、パーツの分割は基本変わらないんですけど、こういったブラケットとか、それからストッパーとかネジがエッチングパーツですね。はい、まあ、よりリアルになったっていう形ですね。はい、カブシャーシリアパネルですね。はい、ここは前回なんか図面がついてて、パーツを取り付ける場所っていうんですかが、まあ割となんかこう事細かに指示されてたんですけど、今回はこういう感じで、もう非常に分かりやすい表現になってますよね。うん、まあ、この辺良くなったんじゃないですか。はい、天輪を組み付けていきますと、この辺はもう全く一緒ですね。はい、前面走行、それからここですね、エアクリーナーボックスはここで、まあ一応作業が一応入りますね。貼り合わせではなくなってるんで、こういったところの作業っていうんですか、手間が軽減されているのと、この辺が分割されているので、まあ、より精密な表現になってるかなって感じですよね。はい、履帯、フロントのフェンダーとか前照灯ですね。はい、まあ、ここもディティール貼り付けるのは一緒ですね。はい、これは装備品の取り付け穴の、はい、穴開け、OVM ですね。はい、まあ、これも全く一緒ですよね。はい、はい、こういう感じでつけていきますと、これはドライバーハッチですね。色がついてるんで見やすいですよね。前回はこの辺がモノクロだったんで、エッチングパーツ使うところに関しては、まあ、基本全部この色がついてる、非常に見やすいですよね。はい、これもそうですね。はい、クリーニングロッドホルダーとかで、前は確かここのパーツもエッチングパーツだったんですけど、今回はない。はい、必要ないってことだと思います。はい、僕もそう思います。で、ワイヤーの取り回しですね。ここで車体を貼り合わせて、エアクリーナーボックスにつながるチューブやらをつけて、で、リアフェンダーが一応分割されてますよね。うん、で、最後に砲塔を乗せて、牽引ワイヤーを脇につけて、前照灯のパワーケーブルをつけて、完成。塗装図ないですね。はい。現状パーツをちょっと仕分けてみたんですけど、左側が、まあ、従来から入っているものと、まあ、ほぼ同じパーツっていうんですか。まあ、基本全く同じで使わないパーツを削除したもの。で、右側の山が今回新しく、まあ、追加されたっていうか、新造されたパーツなんで、今回は左側の共用パーツっていうんですか。これは、とりあえず、カットしちゃうと思います。はい。まあ、中全部見たいよねっていう方は、まあ、申し訳ないんですけど、リンク貼っときますんで、前回やったやつとか見ていただけるといいかなと思います。はい。で、まあ、右側の振動パーツとか中心に、で、前回ちょっと話をした、まあ、走行表面だとかなんか、その辺の取りまとめを、まあ、改めてやっちゃおうかなって思ってます。まず、まあ、誰でもわかるところから、はい。前のやつは、金属線ですね。はい。牽引ワイヤー。銅の寄り線から糸に変わってます。はい。エッチングパーツですね。はい。もう変わってるのはここだけですね。こっちとここですね。はい。前のモデルはエアクリボックスのディティールがついてましたと。あと、これは車体の隅についてる。はい。多分、牽引ワイヤーのなんか関連するディティールですよね。で、こっちの方は、
ゲペクカステンの、はい、ステイ、それからスモークディスチャージャーのディティールですね。ここに変更されてますね。はい、あとはまあほぼ一緒ですね。はい、3D プリンターのパーツですね。はい、これはあのマーゼルブレーキですね。カバーがついてる。まあすごい、なんて言ったらいいんでしょうね。シャープっていうんですか、リアル。初めて僕手に取るん で、これはあの車載基準のこれまたカバータイプですね。で、スモークディスチャージャーのシリンダー、まあ空の状態と玉が入ってるもの。あのプラのパーツってこれあのどこでもそうでしょうがないと思うんですけど、多分熱いんですわ。なんですごく薄くできててかなりリアルですね。はい、実物はもうちょい薄いような気がするんですけど、かなりいいですよね。あの玉の入った状態とかも非常にいいんじゃないですかね。まあこれも後で話しますけど、多分今後こういうものが主流になっていくんですよね、多分ね。はい、オートのパーツです。あのパーツはまあ3つに分かれていて、このモナカ状態のものはあの内側のまあインテリア用のまあ側っていうんですかね、内側の側、はいはい、で応答そのものはこういう感じで、まあ、一体形成ですね、はい、あのこれが外側にはまるっていう感じですね。でディティールはこういう感じですね。あの溶接痕もしっかりすごくリアルっていうんですか、こういうものがあるべきところにきちんとあります。で走行表面は前のものと基本的に変わらないですね。あのすごく均質なちょっとザラザラした梨地っていうんですかね、あのもう前も言いましたけどすごく雰囲気のいい走行表面だと思いますね。心臓パーツですね。はい、あのゲペックカステンとあと OVM でジェリカンついてますよね。まずゲペックカステンですね。まあこういう感じで分割されてるんですけど、今回一応指定されたものではこれは使わないですね。はい、まあ、ブラケットとか、はい、あの一体形成されてるんで形状もやっぱり多少違うんで、ただ心臓パーツにあえてこういうものを組み込んできてるっていうことなんで、一応ライフィールドとしてはこのゲペックカステンをつけた車両もありですよっていう解釈かなっていう感じですね。はい、あのこの辺はまああのこうそういう記述は特にないんで、はい、まあ資料的にこういうものが存在したっていう意味と捉えてますけど、でこれはまあ車載基準ですよね。はい、この辺のパーツもだから微妙な感じですよね。で OVM はクランプ付きとなしがまだ両方とも入ってるんで、もうこれで十分な人はそのまま使えばいいですし、エッチングパーツ使う人はもうやってくださいっていう感じですね。はい、ジャッキとかこの辺のパーツはまあ変わんないかな。はい、あでもやっぱりジャッキのホルダーとか多少というかかなりシャープになってますよね。蝶ネジのディティールすごいはっきりしてると思います。はい、この辺のマガジンとかバイポッドも前なかったような気がするな。はい、でジェリカンはこういう感じですね。はい、もうあのキャップリアルですよね。はい、もうしっかりできてますよね。もう一枚の心臓パーツですね。ゲペックカステンですね。はい、まあ今回こっちがあの指定の方です。はい、もうその通りでこういう格好をしてますよね。はい、で脇はこういうあの板になってて、ここのガイドにエッチングパーツのあのブラケットを貼る形になってます。非常に分かりやすくて使いやすそうで、軌道にですね、まあ僕はその史実的なものは、まあ、そんな詳しくないんですけど、あのこの辺の分割の方法とかは一緒ですけど、やっぱり多少違いますよね。で質感がすごくいいっていうんですか、このあのまあ多分鋳造品だと思うんでザラザラしてるんですけど、あんまゴツゴツしてないんですよね。はい、前も言ったと思うんですけど、そのドイツの工業製品の品質だと思いますね、僕はね。はいはい、あと気取りについてるあのゲートの位置ですよね、もう素晴らしいですよね。はい、
まあ、まず細くなってる。で、ついてる位置も、ここは非常に削りやすそうですよね。はい、もう当然、ギアっていうんですか、もう一切歪んでないですよね。もう素晴らしい、素晴らしい回収だと思いますよね。あと、サイドスカートが、まあ全部分割されました。これもこれでありがたいんですよね。はい。まあやっぱりいろいろ加工するのにわざわざ切る必要もない。で、止めてるボルトとかも非常にシャープでいいですよね。まあ、クオリティそのままに作業性オーバーアップって感じ。で、排気管カバーですよね。はい。まあこの辺のその、鋳造品なんですけど、やっぱりこう後期のものに見られるようなゴツゴツ感じゃないっていうんですかね。はい。非常に美しい。で、見えるかな？止めてるボルト。まあ、六角は当然なんですけど、ワッシャーかましてますよね。はい。ワッシャーまできちんと再現されてますよね。いや、もうさすがです。はい。これエアクリアボックスですよね。はい。こういう感じで一体形成されてますね。これは下半分。いや、上のボディだな。はいはいはい。で、トップのディティールはこれだと。はい。やっぱり、圧倒的にモナカ構造よりもいいですよね。うん。クリアのマットガードですね。まあ、脇のこう、パーツが分割されてるだけじゃなくて、全然シャープになってますね。排気管カバー。はい。スリットがしっかり抜けてますね。もう、まあ、さすがに、新造しているだけありますよね。金曜夜の愛とか、この辺は、排気管のトップのパーツですよね。で、マズルブレーキのパーツですね。うん。いや、もう、いや、素晴らしいですね。うん。いやいや、さすがだな。この辺は、排気管周りの細かいパーツとか、連結チューブのパーツですよね。うん。いや、まあね、最新の金型ですから、やっぱシャープですよね。これが排気管、ごめんなさい。エアクリボックスの下のところですね。で、これが分割されている手法のパーツですね。はい。これは工具箱ですかね。はい。リアフェンダーにつく工具箱。こういうディティールですね。はい。で、マズルブレーキなんですけど、格段にシャープになってますよね。前回のものより。はい。確か、この辺はやっぱりインジェクションだと結構、正確にディティールがついてても、結構限界なところがあって、まだまだやっぱり、金属製のものの方がいいねとかって言ったんですけど、まあ、迫るっていう感じですよね。はい。で、3D プリンター製のマズルブレーキ。今回は、アップグレードパーツに入ってるんですよね。なんで、ちょっと残念だったんですけど、まあ、これもこれですごくいいですよね。機取りの表側ですね。はい、こういう感じですね。サイドスカートの、まあ、内側っていうんですか。まあ、補強板がここについてるんですけど、まあ、さすがにそれはないですね。パーツの紹介は以上です。そうようです。はじめにパーツのチェックっていうんですか。はい、二つをこうゆっくり比べてみた感じとしては、あれこれしかないのみたいな感じでしたよね。はい。回収パーツがこれだけかみたいな。で、まあ、ただ、やっぱりじっくり比べてみると、もう元のキットがいかによくできてたかっていうことですよね。はい。まあ、友人からは、ライフィールド、多分実写見てないんで、こう、いくつか間違いあるよねっていうメッセージもらいましたけど、まあ、僕的にはもう十分よくできてて、で、今回、回収されたパーツは、まあ、ほうとうは明らかにインテリアのキットのためのパーツであったけど、結果的に組み立てやすくなってたり、で、その他のパーツも、まあ、ゲペックカステンのね、ブラケットとか、それから、あとは、まあ、そうですね、スモークディスチャージャーのディティールとか、こう、差し替えで入ってたエッジパーツも非常に的を得てた気はしますし、エアクリアボックスも、まあ、断然モナカよりあの構造の方がいいですよね。はい。まあ、その辺、非常に
組み立てに優しいキットに、はい、ちょっとこう良くなってるっていう感じでしたね。はい、で走行表面に関しては最終的に僕のこう感じた結論としてはこれで良かったなっていう感じですかね。はい、あの後写真とかいっぱい見たりしたんですけど、やっぱり初期の頃のタイガー1戦車ってああいう走行表面なんですよね。デコボコしてないっていうんですか、非常にこう平らっていうんですか、均質ないい後半みたいな感じで、やっぱり初期のドイツの工業製品として均質圧延走行板ああいうものが使われてたっていう、はい、結論ですかね。はい、車体側面の走行板も写真によってはもう結構ツルツルに見えてるんで、まああれでまあサフェイサー塗って塗装したらまあ本物に近くなるなっていう感じですね。はい、で 3D プリンター、はい、3D プリンター製のパーツですよね。すごくリアルっていうんですか、はい、まあ、よくできてる感じで、まあ、インジェクションよりはまあ圧倒的にいいですし、で今回は僕は買わなかったですけど、アップグレードパーツの方には、まあ、マズルブレーキとか、まあ、消火器、それからケインワイヤーの合いとか、あとクランプやホルダー類がまあひとしきり入ってるんで、まあ、ああいうものをとりあえず今後、まあ全部が全部じゃないにしろ、まあエッチングパーツの代わりにああいうものが普及していくなっていうことを予感させる出来上がりでしたかね。はい。年の初めからこういう感じで面白いものがレビューできて、まあ本当楽しいですし、今年もまあ一年、まあいい年になりそうですよね。プラモに関しては。はい。はい。今日のレビューは以上です。最後までご視聴ありがとうございました。これからもいろいろレビューしていきますので、面白かったな、次のキットは何かなと思ってくださった方々、よろしければチャンネル登録をお願いいたします。皆さんの熱いコメントもお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。ノーパンツァー、ノーライフ。